ってみたいと思います。これね、ドンキーコング作られた方が作ったゲームということで、セガ版のドンキーコングと言われてますね。はい、初めてやりますけど、なんかね、ドンキーコングを作って、で、任天堂に確かなんかね、取られたと。取られて、キャラクターは多分マリオじゃなかったらしいんですけど、ドンキーコングを作って、その方がなんかね、池上通信機という会社の池上さんって方がドンキーコングを作られてですね、なんか元松下電器の方らしいんですけど、その池上さんって方がドンキーコングを作ったんですけど、任天堂に取られてですね、まあ買い取られたのかちょっとわからないんですけど、でその怒って怒ってですね、セガの方に入った時に、セガに行ってコングコングを作ったという話らしいです。なんか怒ったってことは、多分取られたっていう、ネタを取られたというか、なんかそういうことなんでしょうね。はい、これね、SG1000 版もあるんですよね。すごいな、これ。なんていうの？ 2D じゃないっていうか、ちょっと 3D みたいなところがあるとかすごいですね。3D なんですね、仕様が。音楽はないんですね。この時代にこんな、なんと立体的なグラフィックのゲームがあるっていうのがすごいなと思います。ジャンプできるんですね。うわ、猿が、これ猿当たったらダメなんかな？やられるんかな？あ、当たってもいいのか、別に。これどうすりゃいいの、これ。助けるんか、これ。この猿を。ああ、でもめっちゃのろくなるんや。抱えた分。ああ！やられたんやん。こっからこうやって登って、こっから登れないんですよね。この立体的なグラフィックのこうアクションゲームがこの当時にあるっていうのがすごいですね。ああ、しまった。めっちゃ難しいな。確かに、内容はドンキーコングにかなり近いですよね。これこっちに行けるんかい？こっちは行けないのか。うん、だからどういうことなんやろ、これ。くっついてくるってことか。で、この主人公が重たくなってやられるってことなんですね。これどうやってこっち行けばいいの？あ、こっちからジャンプしていくのか。あー、でもこいつらがおるから。あ、やばいやばい。放り込まれてまうんですね、最終的には。めっちゃむずいな。もう一回やってみましょうか。ここからジャンプすりゃいいんやね。こっから。ああ。難しいな。今抱えてたからジャンプがね、できなかったというか、重たい状態でジャンプしたから。これは蹴り落とせるんよ。一匹。緑のやつは蹴り落とせるのかな。あ、勝手に落ちた。ああ、もうええっつね。ああ、危ね。これ操作性も難しいですね。こういうことか。あー、しまった。なんでそっち登んねん。今せっかくあそこまでね、向こう岸のジャンプできたのに、ね、こいつは蹴り落とせるんですね。うわ、陽気おるな。あ、やばいやばい。はい、出ていけ。よし、
ああ、また、くっついてきた時にジャンプするから、おい。むずいわ、これ。一面でこの難易度か。まあ面白いですけどね、ゲームとしてはね。これね、SG1000 版も発売されてるみたいですけど、SG1000 版は 3D じゃなくて、2D らしいですね。はい。それもちょっとやってみたいと思いますけど。よし、今行け。よし、行けた。よし、行けた。これでクリア？はい、2面ですね。はい。あ、サソリがいる。これ飛び越えるんだね。こうやって。うわ、一発で死ぬんや。これ多分昔のゲームからコンテにはできないんでしょうね。ゲームオーバーになったら一面からなんでしょうね、おそらく。うわ、これはむずいでしょ。だって、武器もないんですから、逃げることしかできないわけですから。サソリも多分当たったら死ぬんやろうな。うわ、怖っ。うわ、やばいやばいやばい。うわ。めっちゃむずいな。ゲームオーバー。これクレジットいくらあってもコンティニューは多分できないと思いますから。これ横ボタンしかできないんや。最初からですよね、やっぱりね。1983年ですからね。ドンキーコングとほぼ同時期ですね。はい、終わりにしたいと思います。